皆様こんばんは。今週も、金曜日の定例配信会ですね、やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。毎週言っておりますが、いつも通り、いつも通り9時から9時過ぎぐらいですかね、9時大会、ミニ大会ですかね、予定しておりますので、そちらまで、その時間まで、の試合の方、お楽しみください。それでは皆様、ごゆっくりとどうぞ。Fire arrow! Fire arrow! Fire arrow!
Thank you.
Bison win! Round two, fight! Oh!
Boom!
Cyclone! 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 Cyclone!
Tiger,
Uppercut! Fever! Thank you.
愛。
インディア。あ、はい、こんばんは。本日は、もうあれですね、年の瀬、まあ、まだ年の瀬じゃないのかな、師走ということで、12月1日、2017年12月1日、第55回、四季の方針、細道、新座市、デートな四季、お邪魔しております。はい、第1試合、シュレー側が、ワンピーが、船ガイル。スピが、セロテープエスケンということで、はい、ザクザクとサマーが刺さっておりますが、ね、エスケン意外と使う方は最近多いかなと思ってるんですが、はい、1個目、ウネガルさん取りまして、2個目、新しい、お、屈伸投げ、しかし投げ返した、受け身、受け身、サマー、危ない、おっと、勝利出なかった、ストレートで2本目、ウネガルさん勝利、2人目はどなたでしょうか。はい、あ、2人目、川島さんですね。川島さん、はい、どうもこんばんは、山本です。川島さん1キャラ目は何でしょう。ザンギ、なんと
ワーシムザンギ対ガイル。これはあれですね、背中を押し付けていきたいところですね、ガイルとしては。しかしザンギは一発がある、近づけば一発がある、夢があるキャラクターですからね。近づけない、その一発のためにしても、おっとバニッシュからスクリュー、カメハジ飛んだ、おっとアンドビ失敗、バニッシュ、おダブラリス当たる、ダブ様ダブしても足切った、あゲームサウンド減らす、オッケーオッケーオッケー、ボリュームダウン、ゲームサウンドボリュームダウン、プリーね、今リバさん、ダイサマーはちょっとガードファイト慎重にいきたいところ、今ねガイルとしては近づけないように、ソニックで弾幕を作っていきたい、中足中足とスペースを握らせないように、前端いいですよ、残り0とか、いやまだ1度ある、おっとソニックソニックと、はい、ウネガルさん勝利で、次グッさん、3人目、まあ、4人目グッさん、はい、グッチさんホークです、グッチホーク、グッチホーク 2P 側はかなり定評があるという話ですが、近づけない、ザンギよりは機動力があるため、おっとソバットが取ってしまう、このライト強いですね、あの空中ジャックパンチが、おーっと歩いていってしまうが当たってしまう、マホーク、おっと、押さない、だいぶ高いしか運動ライブでした、ただこれペットボールに対しては確認はないのか、ジャンケンなんか確かライブは、おっと、大変、1回目刺さりました。押し攻め刺さりました。ここで、グッチホーク勝利で、スーさん、フィリピナさんです。フィリピナさん、S 流ですね。S 流。先ほどちょっと S 流ねやってたんですけどね。通常技がとにかく強いですね。おっとしかし、つけなければグルーモンゴルが断然、あーっと勝利が出ない、あー食らってしまう、そうですね、上から来られると翼勝利しかないが、一撃だと終わるという、どうなんでしょうね、複合で入れてるのかどうかが分からないんですか、おすごいジャンプだ、ザイヤシでダイヤキックで9対9と強いですね、判定がとにかく通常技判定がロケティア、通常技判定が強くて一番蹴っていける、おっ皆さん通常技判定がいいですよ、この先でも抜けれますね、エースは、おっと高さがないが勝利が出た、こっちに勝利が出る、素晴らしい、
が出るか、このこっちのみたいな。いや大丈夫大丈夫、竜巻、竜巻で逃げれる。マイクを調整してください。マイクが悪い、マイクがボリュームがダウン。はい、マイクチェンジ。はい、すいません、マイクチェンジ、マイクチェンジ。S 流、フィリピナさん S 流勝利で、続いてが、ロードさんかな。ロードさん S サガットですね。あー、まい、マイクボリューム OK。 はい、波動で、お、これどうなんでしょうね、 S サガット S 流は弾どっちが強いんですかね、どう思いますか。音聞けてますかね。 OK OK、 ボリューム OK。 なんか、あ、それとみさん、そっちのマイクがダメみたいな。あ、こっちがダメ。OK now、 OK now。 お、行ってる間にこれゴールド勝負ですかね。 S サガット強いですかね。弾だけだと同じぐらいですか。 S サガット、それも S サガット。あの、サガットは開幕前ぐらいで波動を見てから前ジャンプぐらい入りが間に合うので、足長いですからね。だからノーリスクでダメージ取る方法がある方がやっぱり強いので、で、打ち合っててもお互いそんなに困らないんだけど、ノーリで打ってる分にはお互いそんなに困らない。打撃の多分攻撃力はサガットの方が強いかなと思うんですけど、蹴りが、そうですね、蹴りは弱殺とかうまく使って、おっと、おっと、波動が刺さる。そうですね、ちょっとテクニカルに攻めていくよね。そうですね、2&2 vs ロード、そうですね。一本お互い以外みたいな感じで、下タイガーを竜巻で避けて、そこからのテクニカルみたいな感じですね。そうですね、なんとかダメージ取ろうと思ったら半端な間合いで見てから前飛びすれば、なるほど、台風が間に合わないことですね。でも通常の方が台風が結構いけるんじゃないかと。あ、パカン、そうですね、出ないなら出ないなりに投げた。あ、時間がないが、時間決まるんですね、今の場合。そうですね、足長いですね。続いて、あ、続いて自分です。いただきました。チェキが山本さん、サガットがロードさん。Uppercut. The light kick from very low. Hikui. Got it. Very, very low. Sagat will get the edge. But she can get, if he doesn't get it that low, it's no good. Hikui はパカと敵技なので。Hobo Yamamoto-san specializes in Chun-Li, ね? But recently he plays Ryu. Ryu も使いますね。Ryu も使いますね。Oh, there we go. Get that super out. さすがにちょっと今のは体力ゲージも時間もなかったので、
チュンリーにスーパーゲージが溜まるまでは割とサガットも気持ちよく球が打てるんですが、おっと Zero man, that's for you. Because you're watching. For my peoples. エクスパさん出番です。Oh, it's my turn. Okay.しゃがみくらいからの戦列からのテンション超痛かったですね今のね。はい、 1P 側がほぼ山本さん、 2P 側が、エクスパーさんですね。さあゲージが立っているチュンリー、竜巻で落としてシンクで削る。さあ安く済ませた。さあ対空やしゃがみダイパンで落として通常技を踏みつけたまでは良かったが、ちょっと落ちた場所が悪かった。さあ2ラウンド目、オッケーオッケー。そうですね、山本さん VS エクスパ。さあチュンリー側が、さあ龍が脱出、 1P2P 入れ替えて、おっと壁側に落ちてしまう。踏みつけからの投げ、当たりそうで当たらない。しかも踏みつけの着地控除がないので投げ合って五分ですからね。さあ100列で落として、さあエクスパーさんが結構竜巻を使うので 1P2P が目まぐるしく入れ替わりますね。さあ戦列吐いて、アッパー今のうまいですね。最後はシンク。はい、ボコボコに負けました。続いて、何がですか？マイク？青ダメ。さあ、ワンピーガに入ったのがシャルさんの剣ですね。さあ、いい昇竜。なるほど。さあすごい中足の前の外でボッタチからのつかみ、ちょっと早かったか。さあ大足、さあシャルさんがラウンド取り返して、さあ3ラウンド目、飛び輪ガードで竜巻暴れ、玉に乗って置き攻めはドット昇竜、めくり竜巻からの膝で昇竜安全削り、おっと波動をもらって、最後は波動を置かれてエクスパ連勝。
さあ続いて 1P 側に入るのが中島さんですね。1キャラ目は本田。はい、続いてですね、中島さん、本田、お、本田龍、龍、頑張りたいところですね。マイク今、山本、紫コード、スルテフさん、青いコードです。おっと、スルテフが、失礼いたしました。エクスパーが派手なガッツポーズ、真空フルヒット、さあ当ててからの大一応安定重ねは失敗したか。さあ前飛び通る、ファイヤーで押し返して、どこまで打てるか。さあ飛びと飛びが勝ち合って、この距離危険、チキンレースみたいになってますからね。どこまで歩くのか、どこまで打つの我慢するのか、それとも打っちゃうのか。さあ刺さってしまった。この組み合わせ、あの波動は今日しかいらないって僕言われてるんですけど、たまに遠くとかで避けにくいのとかでもいいと思うんですけど、まあ基本強じゃないですかね。やっぱりそうなんですよね、はい。削ってる、ヒット、削って、こうなるとホンダが無理をしなくて、さあ百列からの百列、中島さん勝利。続いて達俊さんですね。お、僕の目の前には出そうなウィンストンが落ちている。はい、達人さんも龍、X 龍。はい、中島さん、本田もうまいですね、これ。ピヨってしまった。波動を打ちたいところだが、打てなくされてしまう、心理的に。やっぱりね、無理してでも打たないとダメなんじゃないかなと僕は思うんですけどね。リュウは前飛びはいらないと思います。そうですね、とりあえず波動を押さえ、置き攻めに仕込み昇竜に自信があればやるぐらいですかね。とりあえず波動を打てればってとこですね。お、ナイス中空中パンチ、一品の上り中パンチから真空まで当てて5ヒット、だが死ななかった。残り0、1ドットある。まだハードに引っかかる、ね、これですね。このパターンが一番いいんじゃないかと。いや、もちろんですね。で、飛んだらダイヤ縛らい、その前をキープして、はいはい、開幕昇竜当たったからいいですが、そうですね。さあ、まあ、いい昇竜源、まあ、いろいろとね、角界はね揺れてますからね。この隙をついて、おっと、あそこですね、本田が板手にはなず、お、リバーサー昇竜使っていく、使っていく、使っていっていいと思いますよ、これ。そうですね、そんな取っとく意味がないので。そうですね、さあ強気で打ちすぎた、ファイヤーが入った、続いて、タツオさん勝利で、続いてハクさんですね。ハクガイル、失礼しました、ハクキャミーでした。そうですね、最近キャミーを覚えた。たくさんキャミーはね、最近覚えた割には結構いい動きをしてるんじゃないかと思います。
竜としては、まあ、圧倒的竜有利なんですが、竜としてはチクチクされるのが非常にやらしい。うこのパターン厳しい。フーディガンが、おっとフーディガン入らなかった。結構フーディガンが見えないから厳しいですよね。波動を打ちたくてもってところはあります。お、ジャンプ中盤3発。さあアントビはちょっと早かったか。いいフーディガン。さあめくりヒットからピョロなかったら運がいい。しかしゲージがないため、さあ殺しきりたかったが、おっと食らってしまう。お、両者五分。おっと最後はスパイラル削りかヒットか。スパイラルはしゃがみにならないはずなんで、あ、立ちガードできるはずなんで。あんな見た目で下段にならないっていうのもすごいですけどね。そうですね。一つキャラの位判定が上中下に3つ3ブロックあって、一番下のブロックだけにヒットすると下段になるんですね。そういうことですね。だから多分攻撃判定が少し高いんでしょうね。高くて銅の部分にも触ってる。さあ昇竜拳入ってしまう。達俊さん勝利。続いて中さん。中さんは1キャラ目。おお剣。ショートですね。お、ちょっと画面から目を離してる隙に11秒パターンで昇竜拳。昇竜拳だけ見えました。最後の最後膝で掴んでからの裏落ち垂直ジャンプ昇軽から昇竜拳だったような気がします。やっぱ剣爆発力ありますね。ありますね。一回掴まれるとちょっと休む間をくれないので選択を迫られ続けるので、そうはちょっと厳しいですね。そうですね、厳しいですよね。落ち着きたいよって人には。さあおっとこのラウンドは達人さんがいい感じ。そうですね、竜は勝つポイントとしてはやっぱスーパーゲージ持っての波動拳ですよね。そうですね。さあ地獄車正代でこかしてトレーニングモード。いやいやトレーニングモードじゃないですよ。トレーニングモードじゃないですよ。バーサスですよ。ちなみにワンピー側は中さんですね。中さん今回分かりましたが、中さん、中。あ、大丈夫です。NAKA、中。昇竜拳。置き攻めは波動拳で十分。あ。おお、昇竜出る。削りは真空。真空。抜けれなかった。1万点もらってありがとう。達人さん勝利で、次ヒカルさんですね。はい、ヒカルさん、クレはまだある。クレはまだある。さあどうする。これ同キャラ対決だと結構ありますからね。そうですね、竜は世界で一番ある同キャラ戦といっても過言ではないぐらい。こっちも一発ありますからね。まだおっと飛ばれてしまう。見てギリギリ飛べる間合い。そうですね、竜はどのパターンでもいけるんですけど、相手が地上限定ですね。やっぱ前飛びされちゃうと。そうですね、最低限ジャンプで避けられない距離で打ちたいところはありますね。ジャンプすると上空中に引っかかるところってことですね。そうですね。
開幕前ぐらいで打つとさすがに。もっとしサイガード使っていく。お、屈伸からの投げ。あ、中央ス、あーっと中央サード入ってしまう。タツトシさん勝利で、次金子さん。金子さんは1キャラ目は失礼しました、クレジットですね。金子ガイル、スピーが辰俊龍4連勝中ですね。うわ、結構勝ってますね。金子ガイルが素晴らしいのはこのあれですね、長い年月かけてこの練り上げた八重さんをはじめとするガイルの王道の王道というか一番硬い動きをスタイルを貫いてるね。後から始めてこのスタイルでやるのは結構に突っ込んでしまったが、前飛びなしで竜と玉打ちあってこんだけダメージが取れるのはなんかすごいですね。そうですね、前飛びしないですね。全然しないですね。どっかでしたくなるじゃないですか。垂直で避けるのと玉の打ち合いだけでノーダメージで済ませて、これでやってる限り事故らないので。なるほど。まあソニックガード間に合いますからね、大体ね。この距離感はちょっと龍が仕掛けるしかないですもんね。で、真空溜まってから真空だけもらわないような立ち回り。なるほど、これだけを気をつけていると。まあ、だけじゃない でしょうけど、そのだけが難しいんですが、それを完全にやってるところが素晴らしいですね。踏まないですね。そうですね、流線とか転ぶと結局置き攻めがきついので。はいはいはい、こうやってれば転ばないよっていう。そうですね、さあ、攻めきれずって感じですね。ですが、タツトシ龍4連勝で今1位ですね。はい、続いて、金子さん勝利で、続いて破天荒さん。破天荒さんは当然選ぶのは龍。開幕波動ソニックが合わさった。やっぱりそうですね、龍側から攻めていかないと厳しいところがあるのかな。さあ、ソニック様、あの、真下へ溜めるという噂のあれ、真横でしたっけ。あ、ソニックを真横で溜めてからですね。吉尾さんか誰かが言ってましたよね。はい、まあ、正確には真横で溜めた方が早く溜まるというだけなんですけど。おっと、さあ、うまく合わせた。真下回ってしまう。時間はあるぞ。しかし様、あのバックジャンプでソニックもサマーも溜まっていて。なるほど、ですね、どっちでも対応できると。そうですね、適正でソニックさえ打ってなければ今みたいなケースにも対応できる。そうですね、待ってサマーが間に合うと、まあ、多分ソニック読みで飛びガードさせてからの攻めでなんとか仕留めようとしたんでしょうけど。竜巻からいい投げ、やっぱこれじゃないかなと思うんですよね、勝つには。今のダイヤスで使いましたが、もう一歩踏み込んでダイヤスからの波動拳。うんうんうん、が本当はダイヤスが届く前がガイルはちょっと嫌なので、そこまでなんとか近づいてっていうのがあるんですけど。そうですね、しかし画面スペースはかなりある、後ろにかなりあるガイルが。金子さんみたいなスタイルがきっちりできると弾だけ打っててダメージ取るのはかなり困難なので、やっぱりどっかで仕掛けに行かないと。さあ投げる、おっ、ダイゴスから投げ、中ゴス、おさあ無理やりいった。おっと、昇竜でヒットか削りかわからないが、中ゴス多分立ったのはなんですかね、投げか何かに行ったんですかね。そうですね、もらってましたからね、立ちで。立ちヒットの後はガイルが先に動けるんですが、投げ前じゃなかったので
勝利をもらってしまう、ね、ちょっと前に入れて多分歩き投げが何か入れたんだと思うんですけど、しかし最後はリフト完全リフトアッパー。続いて友澤さん、続いて友澤さん、さあ 2P 側に乱入したのは友澤バイソン。友澤バイソンこれダッシュカラーなんすね。そういえばそうですね、多分2回転3リスペクトじゃないですかね。ああそういうことですか、多分違いますねそんな気もしてるんですけど、この色好む人結構多いですよね。そうなんすか。はい、あんまりダッシュの頃のバイソンのイメージってないんですよね。ダッシュの頃そうですね、逃げダイパンが中段になるとかそうなんじゃないですか。あとアッパ、肘アッパー、肘アッパーとかなんか喜んでみんなやってた気がします。まあ、初めて四天王を使えるようになったっていう、ね。そうですね、ダッシュが。みんな喜んで使ってましたからね、はい。かなり不自由な子でしたけどね、バイソンは。そうですね。ヘッドもなければグラウンドもないと。おっと、かくったのかこれは。2回転に。さあ、アントビ。アントビが失敗。アントビ成功すると投げ間の関係で多分掴まれて終わりだったんですが、うん、気まずい状況にはならない。何かを必ず出している。おっと、タンパが切られた。玉踏んで、さあゲージが立ってるからそこだけが怖い。そうグランドタンパ、おっと掴む。最後は最後クレイジー削り、友澤バイソン勝利で、続いてセロテープ、セロテープザンギ。五分だって言いますけどね、どっちが有利とかではなく割れるところですね。おっと画面端だがスクリューいかなかった。ダブラリでジャックパン連打のダブラリで引っ掛けていきたい。おっとピヨってる、中足から置き中足からの見事なゴン、アッパーをちゃんと合わせている。しかしスクリュー1回目飛んで2回目3回目いけるのか。離れてしまったが、おっとダブラリー、垂直がミスったようで、しかし結果オーライ。おっとパワーボム、違うパイルドライバーですね。パイルドライバーで距離を離さないようにしていく。しかし距離が離れてしまう。画面端はザンギの方が近い。おダブラリ引っかかる、アントビから出させて、おっと最後は安全重ね。ちょっと待って大キック。続いてセロテープザンギが勝利で、続いてウネニョロニョロ、ウネガエル、やっぱりやはりのうねがえる。この組み合わせ最初の方でも見た。うん、おっと逆に投げてしまった、離れてしまう。
レバーがやはり調子悪いのか。うん、離れてしまう。ダブラリを誘っての、あ、ダブ様誘っての中足。おっと、まんまと飛んでしまった。やばいのか、だいぶ押されている。押してはないけど、押してはいるが押されている。体力的には攻防は画面的にはザンギが押していたが、体力的にはガイル側と。3本目、お、うまい、膝で乗った、足にダブラリ引っ掛ける。あん、おっと、スクリューが早かったのか、遠かったのか。ダイエットを切られ、ダイヤシー、んー、冷静、ソニック切り返す。遠い、スクリューが決まらない。おっと、アッパーで返される。危ない、どっちだどっちだ、守りきれるのか。おっと、おっと、ダブルか。おっと、ガイルが立った最後相打ちだが、ウネガイル勝利の、続いてカシムさんですね。だいぶジリジリした攻防だったが、ガイルが、僅差でガイルが、そして、お、 DJ だ、ダルシムではない、カワシム DJ、 壮絶なかぶせ合いかと思いきや、なんか戦ったな、動きが。いやー、あれでしたね、惜しいところな、なんかずっと続きましたね。ねえ、はい、1P 側が川島の DJ、2P 側がウネガエルですね。はい、これいい勝負なはずですよね。そうですね、玉持ち同士の試合は本当難しい感じがします。そうですね、どこで打つのか、どこで飛ぶのかが、ね、サマーが綺麗に入ったか。まあ大雑把に、でもやっぱりなんか飛んでる方が弱い感じはします。そうですね、飛んだら落とされますからね、このゲーム基本的に。飛んでる方が無理しているので。はいはいはい、ただリスクもありますけど、やっぱメリットもあるからみんな飛ぶっていう形なわけで。そうですね、で正面からでかいコンボが入るような距離で飛んでるならいいんですけど、そうじゃない距離で飛んでるのは明らかにリスクリターンが噛み合ってないので。このゲーム空中ガードないですからね。そうですね、あれ空中ガードついたのはゼロからですかね、次の作品からかな。ゼロはありましたね。あれ3とかはないんでしたっけ、空中ガード。空中ブロッキングあるけど空中ガードはないですね。なるほどなるほど、サードとか、まあ、スト3シリーズですね。おっと、さすがにここに来てこの方は無理があるか。いやー、特別に入れてあげよう。さあ、青サイさんの登場。アナウンスしてしまったうん、打ったり飛んだりで、打ったり飛んだりの攻防で、体力的なリードはカーシム DJ か。ジャックパンで飛ぶ、強いジャックパン。うん、川島 DJ 勝利。続いて駆けつけ3倍的な、突然登場した青木サーキュロさん。キャラはもちろんあのキャラ
かぶせだが青木サイクロンさんはザンギーが使ってるところはあんまり見ない。あと竜とかガイル使いますね、たまにですよね。ガイル使うのは使うときはソニックサマーがしたいだけなんですよね。ああなるほど、はい、ソニック打って相手が飛んでなくてもサマー打ちます。なるほど、はい、見切り発射ですね。見切り発射です。僕はこんなに早くサマーが出るよ的な。ああなるほど。おっとピヨットしまう、はいはい、あれおっと安尾からさあ暴れて、すら潰される。さあ青サイ対空、おっと謎の垂直ジャンプキック。確かに何でしたっけ、なんとかジャベリンでしたっけ、ジャベリンキック名前ついてるんですか。悲惨強いですね。久々見ましたけどね、足払い潰し的な。さあソバットめくりが入ってピヨらない、ピヨらない。さあクルージングの時間です。おっともう余生ですね。余生ですが、さあ近づかれさえしなきゃ。カーシム DJ 勝利。続いてグッチさん、グッチさんですね。クレジットは確か2キャラ目はバイソンだった気がします。クレジットはまだありますね、はい、バイソン、お、グッチバイソン、グッチさんですね、はい。グッチバイソンが、ん、ピヨらない。めくりが入る。この2キャラ並べてみるとあれですね、なんかバイソンが中に人が入ってるぐらいでかく見えません？そうですね、ほら DJ のよりも完全に一回り大きいんですよそうですね、頭一つ以上違いますね。顔がでかいですね。とりあえず DJ 意外とちっちゃいんですね、そう見ると。そうですね、そうですね、バイソン顔でかい説はやっぱり昔からあれですからね。顔もでかいわ、腕は太いわ、足も太いわ。そうですね。さあ使っちゃった。あっとお釣りがない。そばっつ、実はジャックがお釣り入るんですよね、クレイジーの後は。さあワンチャンか、めくりから、めくりが入った。カワシム DJ 勝利、ゼロドットだったが勝利。続いてスー、改めフィリピナさん、ダルシム、いやなんか名前変えてましたよ。さあ、ワンピがカワシム DJ、ツーピがスーダルシム。しかし、ここでここでかぶせに等しいキャラさ。今の前は危なかったですね。あれジャンしゃがみダイパンが届くとソバットで一発ピューリなんで。なるほど、 DJ 側は逆に言うと、まあ、あれぐらいしかやることないんですけど、めくれる距離で転ぶことはなかなかないでしょうから、まあ、手を伸ばしたときファイヤー打った時にドンピシャで飛んでいて正面三段でピヨらせる的な。うんうん、ピヨりやすいですからね。そうですね、誰しもね。さあこれ、おっと、おっ、歩きソバットカーニバルだが、ちょっと歩きソバット、なんか足っぽいものが見えましたが、さあだが勝っているぞ。さあきつい、危ない、体力がお互い危ない。さあなんとかジャベリン、ジャベリンキック、あーっと光ってしまった。1本目はフィリピナさん、ダルシム、謎のダルシム使いですね。初めてお会いする感じで、もうチャットの方で普通にスーと書いてありますね。あ、もうバレちゃってますね。バレですね、はい、改名しました、チェンジネーム。 DJ 側もじっくりやって球の打ち合いで負けないように球打ちつつ、伸ばしたと手足にちょっと合わせてダメ勝ちしてっていうのもあるんですけどね。逃げる感じですよね。まあ、ダルシムはそんなに攻撃が鋭くないですからね。さあ最後食らってしまう、投げ、カワシム勝っちゃう。さあ3本目、お、開幕ソバット、
さあめくりはいけなかったが、さあ追い詰めている。 DJ の飛び強いですからね、ダルシムも落とせない、落とせないことはないです。あ、落とせるんだったら DJ バカみたいに飛べばいいんで。そうですね、落ちるから飛べない相打ち、ただちょっと難しいところはあります。通常技体育は勇気いりますからね。おっとインフェルノ、おっとインフェルノガードできた、肘が出ていたが間に合った、ガードが。さあおっと最後はチョップ、あれですね、あれが超強い。なるほど、続いてロードさん。いやースーダルシム勝利で、ロードさんカレー食わないと調子悪いとカルシムさんが言ってましたが、 DJ 使ってもそうなんですかね、カレー食わないと調子悪いんですかねS 差が対ダルシム、これは S でも多分サガットがきついのか、ヨガファイヤーさえ出してしまうとサガットはダメージ確定みたいな、画面上にヨガファイヤーを出させないようにしないといけないという組み合わせではないのか。おっとインフェルノが入ってしまう、飛びもうまいこと通らない。これあれですよね、サガットフリーなんですよね S でも。どうでしょうね、アホみたいに球が打てたりして、お結構いい、あの全然 X よりは勝負になるらしいんですけど、どうにかなるってことです、ね。まあ、でもサガット有利はないのかな。あ、サガット有利はない、やはり。ただダルシムがもしリードを許すとダメージ取り返すのはそこそこ難しいと思います。まあまあ、ダルシムそんなに攻めれるキャラではないですよね。ね、まあ、旧エクスパー DJ、ダルシムみたいになんか超ドリルラッシュとか、はいはいはい、なんかないんですけど。しかし押されている、押されている。おっと。あ、でもこれダルシム側のやっぱキャリアがってしまった。そうですよね。タイガー見てから超反応ゆるどり。さあ続いてスーダルシム勝利で山本さんですね。さあなぜか山本さんが2キャラ目が竜、さあ食いています。さあ 1P 側がほぼ山本さんの竜、 2P 側が、スーさんのダルシムですね。さあ竜巻で突っ込むが、スラ対空から掴む欲張りさん、短い手長い手で1ラウンド目取ったのはスーさん。投げて、さあ昇竜スーラーでくぐったが投げる、ドリル、そうその距離ダメなんです。さあスーさん見えていた、あの距離反応されて結構びっくりですよね。あの距離でダメなんですね、強波動があれで打っちゃダメみたいな、読みじゃないですよね、見てからなんですよ、見てからできるんですね、あれ。いや恐ろしいですね。さあおっ、シャルさん、シャルさんの剣ですね、今日はシャルさん剣剣で。おっと中盤もらってのレバー前入れっぱつかみ、巻きで往復、さあ何往復できるかそういう勝負なんですかね、しんどい、しんどいですね、やっぱ剣でもしんどい。さあ、さあ、あるか、あおって膝、おっと今めくってなかったですね、でた裏回ってなかった。ゼロドットから昇竜当てて掴んで小足レッパー、超気持ちよさそうですね。そうですね、かなり減りましたからね、一連の流れで。そうですね、
夢がありますね。剣眼は一度掴めばそこから炊くだけで殺せる可能性があるので、まあ、それだけが頼みタイムレスさというか。しかし厳しいか、さすがの剣でも。その1回が来るか来ないか。さあその1回が来ない、うん、次のラウンドにかけるしかないですね。さあカワシムからなぜか剣側にアドバイスがあって、飛ばないと、歩いてタクをかけろと。なるほど。飛ぶとスライディングは 100% ほぼ 100% 対空なので、そういうことですね、はい、飛んではいけない。あれですね、しかし厳しい、もう体力がない。さあローバンがなかった。勝ったのはぶっ放されてしまう、スーダラシム勝利で。続いてエクスパー、はい、ワンピがエクスパーの竜、エクスパー竜、ツーピー側がスーダルシム。エクスパーさんは過去長い時間ダルシム使いだったので、ダルシムの嫌がる行動はよく知っているはず。しかしキャラ差がやっぱり、いやそこまでないと思うんですけどね。そうですかね、はい、竜巻が転ぶのと、あとまあ真空持たれたらダルシム側もそんな楽ではない的な。7-3 ぐらいだと思うんですけど、ところがリードしてますね、やっぱり。ね、あの神と言われたダルシムのムーさんが、ね、大きな大会で竜に負けたりしてるので、やっぱり。なるほど、はい、あの神と言われてる男が。そうですね。さあ、この前どうする。おっと、真空が出なかった。今竜巻から真空と見たんですが、私。そうですね、削りでも結構持ってきますからね、6ドット。さあ、いいタッチ中パン。着地に昇竜仕込んでるっぽいですね。昇竜にかけてるっぽいですね。おっと、しかし石棺足らなかった。スーさんが嫌な前をキープしてますね。そうですね、やらしいですね。はい、どうすんの、飛ぶの、波動打つのみたいな間合いをキープして。さあ、シンクに引っかかる。おっと、裏を打つ竜巻から投げ、振り向く前に投げちゃうみたいなやつですね。素晴らしいですね。あれ、ダルシムの方が早いじゃないですか、投げ入れてたら。どうなんでしょうね、なんか 裏落ちで振り向いてなければ投げれちゃう。下手すれば竜が先に動いて投げちゃうかもしれないですね。なるほど。投げ前って後ろにもちょっとあるんですけど、そこまで広くないので落ちる位置によっては。しかし3ラウンド目はだいぶ慎重にいっている。さあ、あったらしい。さあ今ハード、あさあ裏から投げた。安い、安いアッパーショーぐらい欲しかったですね。そうですね、あれちょっと待たないと食らってしまうんですよ ね、 すね、後ろでもね、背中インフェルノみたいなものを食らってしまうので、謎のやつを。はい、タイミングが良かったんですが、ちゃんと待てたんですが、投げだと投げ返しを勝ったのはスーダルシム。スーダルシム勝利で、中島さん。続いて中島ガイル、赤いガイル、かっこいいですねこの色ね。しかしガイルダルシムはガイル不利と、ダルシム有利という噂ですが、このダルシムを止めれるキャラはいるのか。サマー、めくりからサマー、
食らってしまう。投げ返しを入れていたのか。おお、あるって投げ、受け身がない。高かったか、若干高かったか、飛びは。おお、飛びから投げ。さあこれ、まさかあるのか。止めるのは実はガイルだった的な。おお、ガイル有利あるのか。ガイル有利はないですけど、入れるのも。さあ、ガードできた。思い切ったサマサイダヤシ。おお、止めたのは中島さんのガイルだった。まさかのガイル勝利。続いてハクガイル、くしくも同キャラ対決。ここでナンピー側のオレンジっぽいガイルが、赤じゃないですか、オレンジ、赤のようなオレンジのような、ちょっと場所ね、いろんな迷彩なのでちょっといろいろ濃淡があるから分かりにくいですけど、まあ赤というかピンクというかオレンジというか、まあ、赤系の色のガイルが中島ガイル、白いガイルがハクガイル。踏んでしまう。ソニックを数える戦いですからね、これね。そうですね。どうやら。うん。さあ、あれ。はい。シュートピさん、なんか鉄拳の T シャツじゃないですか、これ。あ、これ鉄拳 T シャツです。違うゲームのキャラがいっぱい書いてあるけど。そうですね。ゴーキとかギースが書いてあるけど、実は鉄拳のシャツだ。鉄拳の T シャツ、分かりにくいですね。なんだ、垂直で踏んで、ソニックの出し合いと、打って打たれて、踏んで踏ませて、どうなる、どうなる。やはり中島ガイルの方がソニックの回転は一瞬早いか。そうですね、最後はスタブが当たって中島ガイル勝利。このゲーム、ためキャラのため時間もあれなんですよね、確か、ランダム値なんですよね。ハクガイル、あ、失礼いたしました、中島ガイル勝利で、中キャミメインキャラですね。キャミーが押されている。おっと、最後は投げ、中島ガイル勝利。続いて、お、まさかここへ入る、ここに入る。続いて、先ほど来られたばっかりの声もさんですね。何を使うのか。サガト、タイガー言ってないですね。なんか S サガとかフェイロンとか言ってたんで一生懸命止めました。そうですね、はい、この方どのキャラでも大体やれますからね。そうですね、スト通力のある人ですからね。スト通力、はい、いや、たまにいるんですよ、その1キャラだけじゃなくてスト通力があるんで、はいはい、何を使っても間合い管理とか技出しどころが良くて、なるほどなるほど、ある程度以上戦えるっていう。あ、とりあえず、うん、足の速さとかはいろいろ技の強さがありますけど、打撃と投げの2択は全キャラ持ってるので、うんうん、ストス力がある人間だと、ましてや球なんか持っちゃったりすると
本当ですね。 X サガットでガイル勝ってますね。あれこれ X サガットの方が不利ですよね、どう考えても。いや、そうでもないですよ。そうでもない、まあ、あ、なるほど。ソバットで抜けれる得点があるぐらい、どっちもそんなだけではないんですが、結構いい勝負。 6-4 でどっちかがちょっと有利ぐらいじゃないですかね。 6-4 か、なるほど。どっちが6だかもよく俺も分かんない。光った、おっと、お釣りできっちり。飛び火が間に合う。さあ今の飛びのポイントも中盤入れてソニック打ってましたけど、あそこ台足でこかしちゃうって手もあるんですよね。なるほど。おっと、最後はしゃがみ中足で中島がやる勝利。続いてヒカルさんですね。ヒカルさん、なるほど。とりあえず2周目終わりまで行くと。2周目さあ 1P 側が中島さんのガイル、 2P 側が、ヒカル君の竜ですね。ヒカル君偉いですね。竜に今日から竜やるって言った日から本当に竜しかやってないですからね。そうですね。バルログを自ら卒業と。やっぱり麻薬が良くないってことですね。いつか体をおかしくするしますからね。そうですよね。どんどん蝕んできますから。うん、心が蝕まれていきますからね。タバコとかバルログとかやめるって言ってもなかなかやめられないですけどね。そうなんですよね。甘いですからね。あのちょっと仕事のストレスがってなるとタバコに手出したりバルログに手出したりしちゃう。そうですね。わかりますわかります。まあまあ年末の大会があるとどうしてもね、四天王なり四天王じゃなかったり新キャラだったりって発生しちゃうんだ。さあしかし先ほどと同じようにやはり龍から攻めないと崩せない。着地投げて中島さんがですね。さあ次辰俊さんですね。きっちりいける。続いて中島がいる勝利の続いて辰俊さん。辰俊さんは先ほどまで連勝数トップだったが今2位。なるほど。選ぶは龍、辰俊龍。ちょっと遠いですね。あれだと見てから打っても硬直には当たらない、うん、お釣りがきっちり入ってしまう。おっと2回目を飛び、さあ昇竜抜け失敗させて裏剣。中島さんもさっきの金子さんと一緒で、そうですね、ここまで無理しないスタイル。そうですね、守るタイプですね、守りきるタイプ。龍がしたいことに付き合わない感じ。そうですね。だから龍から行くしかな ない。おっとダブルサマー最後は。前飛びの後着地ダブルサマーできっちり削っていく。さあ当たる。さあアグレッシブにサマーを出していく。あっという間龍は半分持ってかれてしまう体力を。龍はゲージを貯めたいなんとしても。おっと竜巻だが、ちょっと今ミスっぽいが、下降中にソニックヒットして、さあワンチャン。めぐり昇竜だがガードされている。さあこの残り体力を維持したまま真空が当てられるか。さあゼロドット。あの飛びもできないので、裏剣に遅れる波動になってしまう。あっと昇竜の後ガードしてしまった。中島がある勝利で、続いて破天荒さん流々と続きます。続いて破天荒さん、龍破天荒龍
島ガエル対破天荒龍。さあ大足端まで行って、おっと新球避けられる、竜巻ヒット。しかしダブルサマー出していく。まあ真空なかったですからね、ガードされても死なないという考えでしょうね。この判断が素晴らしいですね。やっぱりやってあの台足にキャンセル波動でちょっと攻め継続できるといいんですが、さあ投げる、投げ昇竜がなかった、上が出なかった。さあまで切ってドラゴンスイープ、踏み込みリフト、真空ガード、投げ、最後は投げ。さあ耐える体力がなかった。当然投げ返しは入れていたが、ね、体力がなかったですね。死ぬ体力の時は受け身は取れないので、そうですね、投げて、投げ、今回は竜劣勢、まとめる、おっと竜巻当てて、竜巻が出て大足が当たらない、以前面が継続できなかった、飛ばれてしまう。で中島がいる勝利の金子、あれ金子ガイルか、なるほどガイル同士。はい、中島ガイル勝利で、続いて金子ガイル、ガイル同士。双方同じスタイルのガイルだが、スタイルは非常に似ている。でも押しているのは中島ガイル。何が違うのか私には分かりませんが、そうですね、まあ、基本はソニックの打ち合いで、ダメージ取るポイントとしてはソニック打つ瞬間に中足を当てて相打ちで、中足の方がちょっとダメージがでかいみたいな、しゃがみ中足ってことですよね。そうですね、ただ圧倒的に中島ガイルの方が体力リードしている。なぜそうなったのかわからないですね。細かくじっくり見ましょう、じっくりよく見ればわかるはず。さあ今金子ガイルがそば立てましたよ。はい、そば立てましたよ。ほら、はい、勝ってますよ。今中足も当てました。今回は逆の展開、金子ガイルの方がリフトとジャンプ中継はリフトの方がダメージが大きい。スタブが同時打ち、ね、そうですね、ソニックの出際に裏剣置いとくっていうのも一応ありますね。あー出際ってやつですよね、噂の。さあ安いゼロロットからガイルガイルは厳しい。いろんな技持ってますから ね、 ね、何かしらでは固めれますからね。一方的にダメージ取るのはさすがに厳しいですからね。あ、そうですね、ソニックにダメ勝ちする中足にソバットでダメージ取るとか、なんかあとかスタブか。さあサマー出していく、めくりはガード。さあ壁橋きつい、入る、さあ体力リードはランピー側の中島がいる。さあ逆転した、さあ投げに行ったが逃げられてしまう、ソバットが強い、金子がいる勝利。中島さんはただ7連勝してますね。続いて友田さん、組み合わせはおかしいがランダムなんでしょうがないです。これはしょうがない、狙ったわけではない。なぜかダルシム、なぜかダルシム、逆にね
そしてやっぱりメインキャラベガ、ね、1P 側は友澤ベガ、 2P 側は金子ガイル。さあ伝統の一戦、投げてドラゴンスイープ、サマーが間に合う、きっちり見ていた。さあ我慢している、我慢している、我慢がいい、サマー離れる、すごい我慢してますね。最後は暗い投げ、高かった、ちょっと高めだった、ね、高くしないと対空に負けたりもするし難しいと思うんですけどね。さあサマーで切っている、めくりはガード、あのジャンプ中継が落ちない。さあサマーできる、めくりが、めくり失敗。さあ最後前落ちから、このサマーは当たらない、垂直から削って、投げに行ったのか。さあサマー待ちあるか、めくりが、おーガード、友田さんめくり食らわないですね、すごいですね、相当、あさあ、あのジャンプ中継、中足対空もダメ、リフトアッパーも潰れる、膝強いっすね、何で返すんですかね、空対空かな、よく分かる。あさあ空投げ、さあ2位で逃げたが、さあビヨンデ、最後はきっちりダブル2位、続いて友澤ベガ勝利、続いて青木サイクロンさん、使うのは当然ザンギ、うん、組み合わせが良くない、やっぱり。なんでしょうね、かぶせかぶせみたいになってますね。ベガザンギのザンギはそこまでかぶせじゃないような気もするんですが、まあそうですね、いやいやザンギ有利だと思うんですけどね。さあ近い、めくりガード、さあベガ側はしんどいぞ、うわっとダブラリーが入ってしまう、ゲージがないと逃げる術がないですもんね、ベガは。はめられたときはそうですね、まあ、一応弱サイコを出すか、スクリュー1回目2回目まずいぞ、抜けれるのか、さあ死んだか、ガードしている、もう地獄好きでダブルが落ちた、ガードしている、いやガード、大足が入ってしまう、お互い気まずい状況から大足が入る、青木サイクロン勝利、続いて小右衛門、2周目最後のプレイヤー、紫色のフェイル、おなじみの小右衛門さんですね、ユリッチではありません、小右衛門さんですね、ですね、小右衛門、気をつけないといけないですよ ね、さあきつい、ザンギはきつい、かなりテクいことをしなければ勝てない、このフェイロンを止めれるキャラはあるのか、まあそうですね、次に控えてるセロテープさんのザンギフぐらいですかねさあ差し返す、おっとそうですね、そうですね、で仮に低くてもねドットがないから、3周目突入か、安全削り、フォアチョをガードさせてから支援が安全削りだ、おっと吸った、歩きスクリューなのか、削る削る、さあ知っているぞ、
体力リードしているのはザンギ側さんのザンギエフ。守りが固い。差し返し中断で削って中断食らってしまう。あのしゃがみ中盤長いんですよね。足払いの疲れに。おっとダブルリーあるよ。めくりか。おっと表。中断ガードした。守り切った。守り切った。三本目。今の最後ナイスガードですね。いやー素晴らしい読みですね。さあダブルリー。めくりボディからの見事な5ヒット。素晴らしい青木サイクロン勝利。素晴らしいですね。そしてここでワンピー側セロテープ残儀。おっとホンダなのか、ホンダなのか、ホンダエントリーしてないはずだぞ。セロテープ残儀、残儀同士の戦い。今日もセロテープさんは千代田区の方で温めてあるはず。だいぶ残業温めてから来たと思われる。最後これエントリーした2キャラのうちどっちかですね。自由ではないんですよ。なのでエントリーしてないキャラは使えませんと。ここで1キャラとかだと1キャラしかエントリーしてないとかぶせができない。ザンギ同士画面上はむさ苦しい感じですが、どうなんでしょう。これは五分とはいえ微妙な感じ。あピョってしまう。飛び込みからの3段きっちり入る。青木サイクロン取り戻す。3本目。お互い技のリーチも同じなので威力も難しいところ。お互いがやりにくい。おっとスクリューされてしまう逆に。しかし起き上がりスクリュー、そしてパイルドライバー。一進一退ですね。おっとスクリューが、おっと読まれていた。青木サイクロン勝利。続いてウネガエル。HP がうね返る。3周目入ってます。青木サイクロンさんの連勝数が止まるまで続きます。長い。早く決勝に行きたいですね今日はね。ダブルサマー出してしまう。しかしお釣りはなかった。おっと空ジャンプするも、垂直からジャンプするもバッサリ切られてしまう。スクリュー失敗なのか今のは。あこれはお疲れ様。さあ壁まで運んだザンギエフ。ソニックと中足を同時に食らうとピオリーチだよとか言ってる最中。ワンツーワンツー。うねくん優しい。さあちょっとでも長くザンギエフにこのゲームを楽しんでもらおうと優しさの優しくない。女性でしっかり殺した。決勝戦は中島がいる対スーダルシムですね。はい、じゃあ集合です。ファイナリストありがとうございます。うねがえる勝利でありがとうございます。
決勝の前なんですが 2P 側から中島ガエルに入ってもらい、決勝ファイナリスト進出は、スーダルシム 1P 側 2P 側中島ガエルとなってます。ダルシム対ガエル、 2P 中島ガエルのトレモが終わり次第 1P スーダルシム乱入していただくと。3先ですね、3先決勝ファイナル、スーダルシム対中島ガエル3先、それではスタートです、お願いします。いわゆる三先ってやつですよね。いわゆるがよくわかんないですけど。おっと、バーガーキングロース。ワンピーがスーダルシム、ツーピーが中島ガイルですね。連勝数では中島ガイル7ウィン、スーダルシム5ウィンなんですが、決勝はフラットにして三先。さあ橋がきつい、最後はシャガパンがソニックの下をくぐって、お、スーダルシム勝利ですね。そうですね、1本目、あ、ごめんなさい、1ラウンドですね、まだ。とりあえず一応スーさんからするとリベンジという形になるんですかね。どうなんですかね、予選では負けてますけど、さすがに3本選手となるとガイル側がかなり頑張らないといけない。ただ勝つだけでも頑張りなんですけど、そうですよね、超頑張らない、3回勝たないといけないですからね。そうですね、3割勝てるとしたらば3回勝つにはキューブのさらに3分の1だから2分7輪ぐらいになるんですかね。相当低いじゃないですか。別に3連勝しなくてもいいですからね。そうですね、そう考えると、まあ、と言っているうちに1本スーダルシムが選手、どうなるのか。2本目、相打ちファイヤー、さあサマーで超えてノーダメージで終わらせた。圧倒的ガイル部が悪い気がする、やはり。そうですね、組み合わせ近づけない。ガイルが一番ソニック打ちたい前でソニック打ったらばシャガパンでダメージ食らうってよくわからない仕組みですからね。そうですね、しかも相手ガードできちゃいますからね、その距離ね。これは厳しいのか、ね、そして龍拳のように伸ばした手をサマーで刈れないんですよね。小龍拳は当たるんですけど、サマーはあんな低いところに攻撃判定ないので。なるほど、投げじゃないかなと思うんですよね。投げ場合もダルシムの方が広い。そうなんですよ ね、 そうですね。さあだからその投げが一度触ったら投げと投げできる2択それしかないんですが、ヒントは投げだがそれだけではいきれないですね。つかみ技じゃないですからね、受け身取ってダルシム側はっていう。さあおっと下がって中足1ラウンド取り返した形。ダルシムに近づけないキャラは何でもいいからとりあえずダメ勝ちをする、まずリード、そっからですよね。そうですね、リード、まずリードと言われても。そうですね、さあ全くガイル側の攻撃が当たらない範囲から、さあこらえているこらえている、伸びてきますからね。ガイル側が耐えている。さあ、スーさんがスラとか打ってるので、はい、そこちょっとチャンスになりますね。なるほど、さあ体力どっちだ、これでガイルリード、しかし取り返されてしまう。ダルシムリード、さあこのドットが厳しい、あっと入って一歩前にあるってファイヤー。2本目も、スーダルシム、そして3本目スーダルシムリーチだが、さあ頑張ってほしい。
やはりガイルには厳しいのか。おっと裏剣なら間に合ったか。当てられるもんならダイヤシ当てたいですからね。そうですね、ダルシムとしてはラッキーですね。近づいてもあのしゃがみ中足がまたダルシム強いんですよね。ですね。さあ1フレですからね、あれ2フレです。2フレでしたさすがに。でも必殺技扱いでいいんじゃないかってことだよね。さあゼロドット寄せ、もうダルシムはクルージングゾーン、リーチ、ここでスーダルシムリーチ。さあ優勝まであと1ラウンド。まあ、高に投げに行きましたが、あの暴れのドスペが強い。そうですね、タイミング悪いとスクリューハメもあれで返されたりしますから。なるほど、厳しいのか。やはりガイル若干リード。おっと、いいサマー、サマー、今のはかなり頑張っているラウンドです。しかし時間はまだある、時間が長い。さあ空対空、終わらせはしないと。ラウンドは取り返した。さあガイル側は優勝まであと7ラウンド、いや6ラ5ラウンド、道のりが遠い。このラウンドしかし、おっとスラでくぐる、スラもパンチもくぐり放題ですね。ダルシムは立ち消系連打とかでスラでが止まったり下パンが止まるんですが、立ち消系連打してるということはサマーも溜まってなければ、ね、ソニックも溜まってない。ソニックは溜まってます。ソニックは溜まってる、なるほど。ためながら連打できる。あれ、それなんかの漫画で見ましたね、そういえば。そうですね。さあ、優勝はスーダルシム。2フレの中キック。おめでとうございます。おめでとうございます。一言いただきたいんですけど、この大会優勝しても、あれですね、無感謝の、大会は出れますんで、安心してください。はい。あれ、フィリピナさんでよろしいんでしたっけ？あ、そうです。どうも。あ、大丈夫です。はい、店内入ってないだけで、配信載ってます、声は。あ、そうですか。優勝のフィリピナダルシムというのです。はい、まだまだ、おめでとうございます。なんでしょう、弱者でございますが。初めてばっかりっていうことで。はい、そうです。初めて、多分5年ぐらいだと思うんですけど。なるほど。はい、今後とも精進していきたいと思いますので。私、山本より長いですけど。それは気のせいだと思いますので。なるほど、なるほど。はい、いや、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、配信台はまだ、5試合ありますので。あ、はい。ありがとうございます。あれ、そういえば、もう12月になってしまいました、今年も。多分、データの式の月例大会が12月はないのかなと思います。どうなんでしょう、ちょっと分かりませんが、来週ですね、週末、すみません、月末の日曜日に、データの式、第4週ですね、4週日曜日大会あるんですが、今月は12月のため、発生しないと思われますので、あ、残ってるクレジットあったら使っちゃってください。一回切っちゃってください。で、配信台はまた引き続き同試合対戦台を垂れ流ししますので、よろしくお願いいたします。何かありますか？特にないですね。特にないですか？特になしってやつですね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
Thank you.
Thank you.
はい、はい、ということで、お時間が23時を回りましたので、今やってる試合終了後、配信は終了したいと思いますので、よろしくお願いいたします。今週も、夜遅くまでありがとうございました。来週も同じ時間で配信予定しておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それでは最後の試合お楽しみください。お疲れ様でした。